はい、今回はですね、アニメ痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思いますの7話の、防御特化と強化についての、感想とかをね言っていきたいと思います。よろしくお願いします。内容としては、だらだら言うだけですね。はい、全体的な感想を、まず言った後、細かいところを言っていきたいと思います。では感想ですね。今回は第3回イベントに向けてですね、楓の木ギルドがね動き出すよという話ですね。はい、内容としては、パワーレベリング、初心者の、メープルも初心者なんですけど、初心者の2人と一緒にですねダンジョンを回ってレベル上げと、で新しいスキルをゲットするというようなね、流れですね。ギルドのね、力の底上げ会だったんじゃないかなというふうに思います。でですね、普通に総じてですね、メンバーのパワーアップしていく姿が楽しいっていう回でしたね。はい、ここに書いてるんですけど、このなんかこう見てて、次こういう展開があったら嬉しいなとか、この展開ってこのためのものなんやろうなとか、次はこういうのを見た方がいいなとか、なんかこれと同じ展開になったら嫌やなっていうのをこういい感じでバランスよく、ストーリーが進んで組み上がっていってるので、なんか最初はこうアニメ監督の実力なんかなとは思ってたんですけど、この作者さんのセンスも個人的にはかなりいいというか、信頼できるんじゃないかなというふうに個人的には思いましたね。なんといっても今回はこれですね、クロムがですねちょっと活躍するという、活躍ではないんですけど、ちょっと覚醒的なのをするというのはいい意味で、とても嬉しい、個人的には回ですね。ついに何のためにいるのかよく分からなかったクロムさんがパワーアップする回ということでですね、個人的にはこの部分がねとても嬉しい、ところでしたね。はい、で、じゃあ順番にいこうかなというふうに思うんですけど、なんていうか、自分がやっぱり苦手なところなんですけど、運営の階層が最初に入るんですけど、これがやっぱり自分は苦手やなっていうふうに思ったのと、ちょっと気になったセリフが2つほどあった、1つあったんですけど、なんか1つはメープルさんの、ファンになり下がってる運営側っていうのがどうなんかとは思ったんですけど、逆にこれに関してはなんていうかメープル的なプレイヤーが増えてくることに対してある程度運営が許容してしまってるってことを示してるので、それは筋としてはいいというか、今後の展開を面白くするためには必要なものなんかなっていうのを思ったんですけど、運営が回想のうちに言ってたことで、実は中身はおじさんかもしれんみたいな、あり得るみたいな、そういうあるある言ってるんですけど、確かになんかこうネットゲームにおいてはあるあるで楽しいネタなのかもしれないんですけど、これってなんていうか、この発言自体って今までのそうですね、積み上げてきた世界観みたいなのに対してちょっとこう不穏な空気を漂わせてしまう発言なので、なんかただその場の面白い話としてなんか全然必然性ないのに出すのは個人的にはやめてほしかったなというふうに思ったりしますね。伊豆が言ってた通報した方がいいのクロムみたいな下りとか、そのサリーの、その反射神経がなんでこう現実世界で反射神経いいからゲームでも適用されてるだとか、なんか他のキャラクターたちがメープルちゃんメープルちゃんってチャットで盛り上がってる様子とかの感じって、なんか基本的にはメープルのことを、女の子やと思って関わっているからっていう前提のうちの発言やったりゲームシステムやったりするので、で自分はその小説の元のやつを見た時に、その現実の体 のサイズとかと大きく変えると、要するに実際のゲーム内での動きとの底が出るからみたいな描写がゲームの小説の方にはゲーム内のことに関する説明であって、ああなるほどなっていうふうに納得した部分もあったので、なんていうかこう作者さんをすごい信頼をしている、信頼度で最近上がってるんですけど、逆にこうこのセリフを入れてきたちょっと監督さんの方は大丈夫かなっていうふうに個人的にはちょっとね心配になったりして、個人的にはこの中身おじさんかも発言はいらなかったんじゃないかなと、そんなに面白いあるあるでもないのでいいんじゃないかなっていうふうには思いました。
まあまあちょっとねその程度の僕のただの好みの話しかないんですけど、でまあそんな話は置いて次に行った方が楽しいと思うんで、まあ次に行きましょう。今回はまあパワーレベリングの話から始まってますね。はい、メープルが攻略した、ヒドラのあれは洞窟なんですかね。まあ、あの2人と一緒にヒドラの洞窟を周回するという、タイムトライアルチャレンジですね。まあ、これはあのいつの時代も楽しいですよね。あのどういう風に、早くですねボスを倒すかっていうのを試してみるっていうね、 RTA とかですね、早く攻略するためにいろいろ考えるっていう、なかなかあのゲームとしてありそうやし、しかも面白いなと思いましたね。はい、でまあそのベノムカプセルに乗ってあの走るというか、ベノムカプセルの中をこう走ることによってすごいショートカットするという描写があったんですけど、ベノムカプセルの中でこうね走ればそのコロコロ回らないみたいなのをこうメープルがしてるんですけど、なんていうかアジリティがゼロってことは、つまりベノムカプセルの中で走るっていうこともできないはずなんですけど本来は。だってあの回転してその洞窟内を進んでるってことは、少なくとも回転してるボールと同じ速度で走ることができない限りは、あのベノムカプセルの中でね、普通の状態ではいられないはずなんだけどなと思ってたらですね、これ普通に次の瞬間には一緒に目を回してるので、あ走りきれんかったんやなっていうのが分かって、個人的にはすごいあのテンポよくオチがついて好きだったシーンですね。まあ、そんな感じで、まあ、ボスを倒していくというね、タイムチャレンジの楽しい様子を、見れました。それでですね、やっぱりですね、これ、ここですね。はい。新スキルですね。新スキルが、手に入るっていうことが表現されてますね。一つはですね、侵略者。STR2 倍、つまりまあ攻撃力が2倍になるよっていうね、すごいスキルと、破壊王は両手武器を片手で持つことができるっていう感じですね。で、侵略者の方はボスを一定時間内に10体倒すことと、破壊王についてはダンジョンを規定時間内に攻略するっていう、まあ、少なくとも攻撃力に自信のある、プレイヤーじゃないとですね、この、スキルはですね、手に入らないやろうということで、なかなかよくできてる、設定やなというふうに思いました。で、おそらく他のプレイヤーにもこれ侵略者と破壊王って持たせることできるんやけど、他のパーティーメンバーが私もってならへんってことは格好には書かれてないんやけど、多分あのベンプルのスキルと同じで何らかのデメリットがあるんじゃないかなと、勝手に予想は、したりはしてます。どうなんですかね。で、まあ結構面白そうな感じで、スキルを活用できるんじゃないかなってことで、イズの武器ももらってね、クリスタルハンマーっていう、体積を、増やせるハンマーを持って、でこれを 両手に持つっていうことでですね、かなりの攻撃力が、得ることができて、もう実戦で戦えるよみたいなことを言われててですね、いきなり戦力としてかなり加えられると。で最後にサリーからですね、回避の極意みたいなのをね教わる描写があってですね、なんかこうここで言うには、なんていうかこうアジリティとか低くても、その相手の攻撃を先読みさえすればあの避けられるよと、攻撃は避けられるよみたいな、指導が受けているので、まあ、このサリーのね反射神経指導がですね、また次に生きてきたら、この2人の活躍につながってきたら個人的には、嬉しいなっていうふうに、思っていますね。でもこの点でおいてもですね、まあなんていうか、ゲームの中身がおじさんかもしれない仮説をね、出すのがちょっとね、おかしいと思うんですよね。現実に近い形であるからこそサリーは回避ができてるわけですからね。まあ、細かくはもういいでしょう。で、あとですね、ギルドメンバーの奮闘っていうのがありますね。結構その奏のスキルが個人的にはすげえなと思ったので、あのスキルを補完する能力ですね、これってそのもう一個 あのアカシックレコードでランダムなスキルが一個使えるようになって、でもう新しく得たスキルで、どんなスキルであっても MP をその場で消費することによって、ストックとして置いとけるっていうスキルなので、これアカシックレコードでこう毎日いいスキルが出るかをやってですね、いいスキルが出た日に
ストックしておくとですね、ものすごい力を得ることができるんじゃないかなということですね、何が出てくるか楽しみっていうのがあります。で、その あくまでもアカシックレコードがランダムなので、都合の良すぎるスキルはまあランダムなので、そんなによくは出てこなかったよ、規定日まで出てこなかったよみたいな感じの描写ができるので、強くなりすぎるということもないのがちょうどいいかなというふうに、思いました。なかなかやっぱり作者さんのセンスの良さを感じますね。バランスがすごく綺麗ですね。で、MP が足りなくてスキルが発動できないのは悲しいので、奏も多分MP を上げるためにレベル上げなあかんのちゃうかなと個人的には思ったりはしてますね。で、まあ、霞は、スキル毛刈りとかいうわけのわからないスキルをですね、得たりしてたんですけど、まあ、これも何かの伏線になるのかなと、メープルも発毛というスキルを手に入れたみたいなんですけど、まあ、この辺はどういう風に回収されるのかよくわからないんですけどね。で、まあそんなことよりもですね、やっぱり今回のやっぱ一押しはこれですよね。はい、クロムの覚醒ですよね。クロムがユニークスキルをついにゲットすると、メープルから借りたあのカメさんに乗ってですね、隠しダンジョンを見つけましてですね。で、敵をなんとか倒すと、ね。なかなかかっこいいバトルもね、見れたんですけど。ただこのダンジョン自体が、まあ、その中に入るための条件があってですね、まあ、普通にプレイしてたらこのダンジョンを見つけることができない、ね。で、4回以上の絞りと1回以上の生き返りを体験しないといけないっていう、まあ、これがどこまでハードル高いのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、それはそのクロムだからこのダンジョンを見つけることができたっていう描写としては個人的にはものすごく好きな描写ですね。この俺死亡した回数にかけちゃトップクラスなんだっていう、なんかこうなんて言うんですかね、本来めちゃくちゃ弱いセリフをすごい強いセリフとして使うの大好きなんですけど、皆さんはいかがでしょうか。はい、まあクロムは死亡数にかけてはね、たくさん死んでるからっていうことですね、洞窟を見つけることができたと。なんというかこういう主人公チートものの物語ってなんか仲間も主人公の能力のおこぼれをもらって強くなるみたいなのがよく見られるんですけど、そのこの防御力に関しては防御特化に関してはそのメープルからヒントをもらいつつも、基本的には新しいスキルに関してはそのゲームシステムとしてまあ偶然方向性さえ分かったら得られるものなので、自分たちで工夫して得たりだとか、あとまあスキルの組み合わせなとかを検討しながらサリーとかは、頑張って強くなっていってて、でクロムに至ってはもうメープルの力を借りるとかではなくて、そのね死亡数にかけてはトップクラスだったからこそ得られたスキルっていうことで、なんかこういう構成はとても個人的には大好きな、展開やなっていうふうに思いますね。はい、でその一応スキルとしてもユニークスキルシリーズなんで、まあ唯一無二の装備ということでですね、で能力もかなり個人的には強いんじゃないかなと思ってますね。今回メープルのですね悪敷がの強さが、圧倒的な強さが洞窟のところで表現されたんですけど、このユニークスシリーズにもですね、ソウルイーター、魂ぐらいとですね、ライフイーターですかね、命ぐらいですかね、なんか結構強そうなスキルを、備えているので、クロムさんがねこれはかなり活躍してくれるんじゃないかなということで、個人的にはすごく嬉しく思っていますね。実際すごく強そうに見えましたからね。前回の戦い方はちょっとしょっぱい戦い方やったんですけど、今回非常にかっこよかったですね。もうこれだけで今回満足と言ってもいいですね。はい、で、まあ、メープルはですねお使いクエストというのを、進めます。騎士のクエストみたいなんですけど、メープルが病気の女の子を助けるためのお使いクエストを何回か繰り返すっていう話なんだけど、メープルがその空を飛ぶ亀を持ってるせいでですね、ものすごく通路をショートカットして言ってしまってですね、お母さんのセリフの辻褄が合わないみたいなね、こういうゲーム作りの雑さによるなんか辻褄が合わへんようになる感じはね、個人的にはとても、ね、好きだなと思いましたね。手抜きクエストですね。で、AI もかなりポンコツな、
感じで、つじつまの合ってないセリフをね、なんか言ってしまうっていう、かなり未来の話で、かなり、なんなんでしょうね、AI も発達してるはずなんやけど、現代の AI よりもはるかに賢さが足りないっていう感じが、ちぐはぐ感が、楽しいですね。これは多分小説とかで見たらもっと楽しめるんじゃないかなというふうに思いますね。アニメなのでだいぶカットされたんじゃないかなと。で、ここでですね、まあ AI といえばこれですね、フォレストクイーンビーの指輪が出たのもなかなかちょっと皮肉ではあるんですけど、あいつその超レアなモンスターでたまたまドロップしたんじゃなくて、そのクエストの中の必須要素としてドロップしたってことは、実は結構その手に入りやすいものやったってことが分かってしまったんですけど、個人的にはいや、どうなんですかね、それだとするとメープルさん の, そのアイテムを得た、まあ、防衛力が上がったっていうことはそこまですごいことじゃないような思えてしまうんですけどね。なんていうか、だってクエストのための必須アイテムやったとしたら、その辺はまあ後から実装したとか最近実装された要素やからとかで回収ができるので、そういう意味ではその徐々にアップデートされていくためのゲームですよっていうことは、いろいろ応用が聞きやすくていいなとは思いましたね。はい、まあそれでもAI といえばこのねクイーンビーンさんのね、AI はちょっとどうなってるのか個人的にはやっぱ気になりますね。相手の死んだふりを理解するとか、自分毒攻撃の遠距離使えるのに、なんか防御力全然ないのに最初は体当たりしてくるとか、こうなかなかパンチの効いたね AI やなっていうね記憶があったのでね、はい、1話を見返してみると楽しいかもしれませんね。で、これによってですね、メープルさんはですね天使の力を得るわけですね。これオープニングで見た、やつですね。能力としてはですね、自分の防御力を周りのみんなこの効果範囲内の味方に与えるっていうものすごく強力なスキルですね。これここで見せなくてもなんか本番で使ってもギョッとするぐらいのかなり強いスキルですね。すごいなというふうに思いましたね。でも順当な強化でもあるんですよ。なんていうんですかね、このクエスト自体が、それこそ防御力を上げるこのアイテム、フォレストクリーンビーの指輪が関係してたり、お母さんを守りながら戦わなきゃいけないっていうクエストだったりと、なんていうかこう、まあ防御側に特化してるプレイヤーのクエストとして、防御力をみんなに与えるっていうスキルを得るっていうのはすごい綺麗な構築になってるなと。まあこのシナリオというか AI のセリフのちぐはぐさとのギャップがすごいんですけどね、多分考えた人は別なんでしょうね。はい、クエストのバランスと方向性考えた人とシナリオを書いた人が多分別なんでしょうね。はい、そんなわけでメープの力になってですね、この味方たちはですね周りに出てきたモンスターの、ね、攻撃を、ね、どれだけ受けても平気になります、ね。まあ、この受けても平気なのにモンスターが殴り続けるっていうのはこの、ね、ちょっとだいぶシュールな、状態でしたね。というかもうこれにならないためにモンスター AI を強化したんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、まあシュールで面白かったんでいいかなっていうふうに思ったりはしますね。はい、そんなわけでですね、パーティーメンバーのね全員の防御力が1000超えっていう、いやこれはかなり、ね、危険というかね恐ろしいことじゃないかなと、思うんですよね。ちなみにですね、このあれこのスキルやばいなって思うのは、なんかこうね一定範囲内でね、メンバー全員でこう移動できる、ね、手段がこのギルドにはあるので、これ組み合わせたら相当危険なことになるんじゃないって個人的には思ったんですけど、まあそれもね次回にね期待したらいいんじゃないかなと。あ、で亀で思い出したんですけど、全然関係ないんですけど、このエンディングの時にこうメープルがちょっと寝ててですね、サリーがねちょっとね微笑ましそうに見ててですね、2人で亀で飛んでいくっていうねエンディングのシーンがあるんですけど、これメープルさん自分で起きなかったらですね、寝たまま他の刺激でなかなか起きないことがこう1話で立証されてるんで、このまましかも寝ててもサイコキネシス自体はなんていうんですかね、維持できるみたいなので、亀が飛んでたことから、これメープルが起きない限り永遠に亀は飛び続けていたのかなって思うとなかなか面白い、ですね。はい、まあ少なく、まあエンディングなんてイメージなんで細かく言うのはあれなんですけど、ね、そう思うとなんかちょっとシュールで面白いなと思いました。はい、そんな感じでですね、次回、第3回イベントですね、やっぱいろいろ期待、してしまいますね。はい、でまず一つはですね、双子のね差異がないんですよ。お姉ちゃんもね妹もね、
2人とも、まあ、殴ることしかできないっすみたいな感じなので、その分2人いることによるメリットがね書かれてほしいなと思いますね。二刀流もあるんですけど、まあ、この物語2倍っていう数がすごい好きみたいなんですけど、両手で武器を持てる、姉妹が2人いるっていうことですね、ものすごい攻撃性能になるので、これについてのねメリットがね書かれてほしいなというふうに思ってます。あとですね、この物語って普通にプレイしてるねプレイヤーが描かれないんですよ。メープルにあっさりやられたり、サリにあっさり殺されたりするみたいな、そういうのプレイヤーとしてしか描かれていないので、なんか他のギルドのマットの強さを 見ればなんていうか、その普通の人との違いもわかるし、でメープルたちがすごく強かったり異常性があったりするのも分かるので、なんか他のギルドが真っ当な強さを示してるシーンが見れたら個人的には嬉しいなと。前回もね結局見れなかったので、遠征の国とか期待してたんですけど、これは見たいなっていう風な感じですね。でせっかくなんでクロムにはですね、無双をねしてほしいなという風に個人的には思ってますね。で奏のスキルもですね、どういう風に使うかって個人的には楽しみにしてますね。どんなねスキルでも MP がね足りるんやったら、それをストックしておけるっていうのはね、いろんな汎用性が高いと思いますので、はい。でなんかちょっともうね、なんかこういろいろ見ていくと個人的にはこう小説をちょっと読んでみてもいいかなというふうに、個人的にはちょっとね思い出してるので、まあ物語が全部終わった後に一回ちょっと読んでみようかなとかもちょっと思ったりはしてますね。はい。そんな感じで、今回ですね。7話のね方をですね振り返ってみました。そうですね、いや結構楽しめましたね。やっぱりいや良かったと思いますね。まあ、クロムさんのねパワーアップは個人的にすごく、大満足ですね。はい。まあ、残りねもう折り返しになってですね、あと第3回イベントと、まあ、多分最終イベントで最終回を迎えるのかなと思うんですけど、まあ、今後もちょっとね楽しんで見ていきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。